お願いします。狭間役の宮瀬隆美です。本日はお集まりいただきありがとうございます。集まっていただいて嬉しいです。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします、はい、お願いします。現場でね、はい、結構直に、はい、至近距離で聞くこともあるじゃないですか、はい、撮影現場ではどうですか、迫力は。なんかその撮影の時は分かるんですよ。一緒にいて何を言うかは台本とかにも書いてあるし、変更の時も言われるんですけど、映像で見るとあこれ何言ってんのみたいになっちゃうんですよね、忘れちゃって。だからそのお客さんもっと分かんないんだろうな、だから何回も聞き返して見てくださってるんだろうなと思いますけど、字幕とね、でもなんかびっくりします。たまに一緒に撮影してるとそのセリフが飛んでくるときに声もすごく、そうですよね、高くて声の圧もありますよね、はい、びっくりしちゃうときありますね。モノマネも上手で、うわ、そうですね、めちゃくちゃ似てる。できるんですか。やりました。もう配信されてますよね。されてます、されてます。指やんなくていいよ。いや、その振りちょっときついですね。やるんですか。一瞬。セリフなんかありましたっけ。何のセリフにします。多分いたんですよ、同じシーンに。なんだっけ、なんとか、なんだっけ。待って、自分でも何言ってるか忘れた。やっぱ憑依してなかなか ね、はい、現場じゃないとできないかもしれないです。サイハラ金田よは言いましたね。言いましたね。あ、言いますか。サイハラ金田よ。拍手。似てる。確かに声のトーン似てますね。難しいんですよ、本当に、はい、ありがとうございます。